魔王学研です。アルトです。マイカです。はい、恒例のガチャレビューやっていきたいと思います、はい、お願いします。お願いします。今週もまあたくさんちょっと来たんで多いです。変わらずね。まあ、このコンチネンタルトーナメントとビッグイングランドと、うん、まあ、軽くヤングスターズと、まあ、復刻 FP をちょっと見ていきたいと思います、はい、じゃあ順番に、まあ、こっちコンチネンタルトーナメント見ていきます。コパユーロね、はい、まあ、一応裏含めてこんな感じですね。はい、はい、まあ、裏は一応バペさんが、バペさんこれね初じゃないですか、はい、ハイライトでこの固有のフェイスついたの。そうですね、特別扱いです。ハイライトで作ってあんまないかも。すごいよね。はい、ビップですね。ビップタイプされてますっていうのがまあいて、まあ、他はハイライトはいないかな、まあ、デラクルスは毎回そこそこ強いイメージあるんだけど。ああ、はいはい、フルシブル叫んな、足が速くてみたいな困り、いや、相変わらずいい能力してる、相変わらずいい能力してるはい、まあじゃあハメスから見ていきます。レベルが高い、はいこれ鬼のスピード16ぶりある。まあ41だったら16いって良さそうだよね。はい、やっぱねこの手のタイプはもうスピードを諦めてできることをちゃんとやらせるか、うん、抗ってスピード上げるかの2択だから、うん、そうそうそう、その2択だわだから皆さんはどっちですかっていう。いやでも本当にスカッと入れるんだらスピード上げんのかな。そうなんだよね、いざ自分が使おうってなるとやっぱ上げたくなっちゃうよね、はい、スピードはちょっとね、どうしようもない部分なんだよね、やっぱ足の速さって俺ら、俺まあまあそうっすね、まあ俺らは、そう、俺らが何もできない部分だから、やっぱ遅いやつと速いやつだったらね、速、うん、い方がいいなってなっちゃうから、16ですよ、これはもうスピード。まあ41結構妥当だよね、最初パカってなるけど、まあまあ、割と。これが16ポイントね、振るとね、16いっちゃうともう全然一気になくなっちゃうからね、そうっすね。この41の貯金というかレベルの。まあ、ハメス自体もそんなカードないっすもんね。確かに。はい、だ本当に好きな人はレア、まあ、超レア。好きな人は嬉しいやろな、うん、このレベルのハメスが来たっていうのはね。そうだね、はい、使えないレベルではないから、ね、はい、これは全然使えるレベルぐらいのではありますよね、うん、はい、じゃあ続いてデパウルですね。ボックスでハードワーク、まあでもバランスいい、まあバランスいいですよ、うん、だからね、正直この辺のクラスのなんとボックス2ボックスはマジで自分が好きな選手使えばいいと思う。まあまあそうっすよね。極論やな。だからね、そんなにやっぱ差がないのよ、最近の選手だ。デパールも、スキルつけて、育成ちゃんとしちゃえば、性能的には多分ね、普通に強いぐらいの。そう、普通に強いぐらいになるから、うん、はい、なんか明らかに強さを追い求めてるだけだったらいらないんだけど、はい、うん、同じ選手使うのを飽きる系の人は、多分、コロッと変えても同じぐらいの性能では動かせるっていうのはあると思う、うん、はい、うん、色変えたい人はね、いるからね。あ、そう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 、はい、じゃあ一応最後ダニオルモですね。フェノミナルです。はい、ラスがフェノミナルか、これ2列目フェノミナルで、まあ、そうですね、一応あのスーパークリアがあったブロッカーがついてフリットですか、持ってるだけでフリットになれますそうだ、ダニオルモもさっきの一緒なんだよ、デパウルと、うん、使おうと思えば全然使える。はい、はい、そうですね、使えるし、多分そんなに多分悪くないよね。悪くはないですね、絶対悪くないね、使ってる感じも、はい、まあなんかオムフでね、だからフェノミナル持ってるってなるけど別にそんな使わない。そうなの、うん、そうなの、そう、ここがすごい個性あっていいみたいな感じにならんかもしれんよね。だからこの記念のなんか優勝しましたダニオルも使いたいなっていう人は全然使って大丈夫なぐらいに強いっていう感じだね、このガチャって、うん、っていう感じですかね。はい、じゃあ一旦次のレビックを見ていきます。一応この3人で、まあイングランドですね、裏は、まあ、裏は一応カイル・ウォーカーがウォーカーいいかもという。まあでもね、ウォーカーはね今週取れんのよね、あの FP の方でハードプレス、ね、ああそうか、あれブロッカーあれ先週だったっけ、あれブロッカーある方、そう、ブロッカーあるやつ、 あ、はい、あれがね、あれでいいよあれでいいあれでいい、カイルウォーカーの教室だったらあれでいいです。そうですか、はい、確かに、しかもハードプレスなんであっちのカイルウォーカー、まあまあまあ、まあ、確かにそうだわ、はい、そうだ、で、ブロッカー持ってるんで、うん、あっちのカイルウォーカー、はい、カイルウォーカー1点狙いやったら、まあもう、ね、1点狙いないでしょ、1点狙いやったらさすがにね、いいでしょ。で、まあじゃあランバードから、まあ、さておき、はい、ちょっと足速くなってます、多分。複数で。もともとこんぐらいあったっけ、なんかすごい遅いイメージだったんだけど。そうっす、なんか赤かったイメージ。60代のイメージは。ねえ、65とかの、64とかのイメージだったけど。まあ、スキルはまあやっぱシュート系が、まあ、いいですね。まあ、そうだね、攻撃性能はやっぱいいよね。うん、はい。で、
ジェラード、モシュートか。まあ前のよりは前目で使いやすそうかなって。パスも最初からちょっと高いし、ドリブルの方もそこそこ。前のジェラードって守備のところがもうさ、ビエラみたいになってたじゃん。ああ、そうだ。初期値がもう80に乗ってるみたいな風になってて、80付近とかになってて、なんかこっちのジェラードの方が前より、決定力も高いし、はい、まあ、スキルはいろいろつけなきゃいけないんだけど、結局ワンパスレッパとかはもう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 、まあ、けど前目で使うんだったらそんなに悪くないんじゃないかなっていう、うん、レベルもね35までは上がるし、そうそう、いや瞬発スペシャルそこそこあるから、うん、全然やれる、かなりやれるよりだと思う、はい、このジェラードは。そうですよね、フィジもあるし、決定力の発音もね地味にありがたい、ね、いや地味にでかいっすよね、これシュート打つ場面、うん、結構あるのよ。もうそうですね、そう DMF 以外で使えるもう中盤の選手はみんなシュート打つチャンスあるから、嫌よ判定とか負けるで、いやーあれマジ絶望、本当に絶望するから。でキック力もあるし、うん、はい、じゃあ最後できたサイドバック、サイドバック、はい、サイドバック、かわいそうにもう出た瞬間サイドバック認定されてるし。まあでも確かにもう使うなら俺もサイドバックな気がするわ。やっぱね、CMF とかで使うってなるとね、どうしても逆足ないのはね、うんうん、はい、今のゲーム性にはそぐわない、低い普通で、ちょっとこの守備力は SIM 今だとちょっときつい気はしますよね。ちょっとね、もう厳しいなるとやっぱ、ちゃんとクロス上げ要因として、もうこの CMF なんで入ってるのかわからないぐらい多分出番ないから CMF ない、本当にないと思います、はい、ちゃんとクロッサーとして使ってあげれば、うん、張ってりゃ気になるは気になるからね。クロサーうざいときうざいですよ。そう、嫌なときは嫌だから、うん、その嫌なときを生かせるように練習です。まあ、全然サイドバックでも、サイドバックでも無難に無印で偽アーノルドぐらいになるよこれ。そう、うん、クロサーのエッジクロスだから、はい、確かに、うん、エッジクロスがついた。あのアーノルドはね、しかもショータイムだから B じゃないからね。あ、そうですね、そうですね。じゃあアーノルドとベッカムと KO クロスうまいな2人ともって感じかな。はい、じゃあ一応軽くヤングとかも見ていきます。あ、これお二人とも取りました。取ってますもんね、はい、取りました。うん、これじゃ あ、まあグバルとカマビンガは使ったって感じ。そうだね、まあ、俺ミッキーさんスルーしちゃってるから、うん、俺もカマビンガグバルしか出てないから。あ、そうなんだ。うん、まあ、ちょっと数試合しか使ってないけど、グバル結構なんか足元あるし、なんかどうなんだろうと思ったけど、グバル俺はかなり好き。お、いいですね。かなり好きだった。だから2人はかなり好きだった、グバルとカマビンガは。うんうん、カマビンガはサイドバック、サイドバックです。サイドバック本当無用でサイドバックや、はい、2人ともそう、めっちゃいい。あのね、いなかった左利きのサイドバックで、うんうん、これだけこねれてパスちゃんと出せるやつっていなかった、はい、左利きは特に。サカともまた違うんですね。やっぱね、サカどっちかというと爆速ドリブル系なんだよね、はい、パスどんな振ってもきついから、正直なんか8ぐらい振って80ちょいぐらいでしたよね、サッカー確か。それがカマビンガーと平気で90いくから。そっかそっか、確かに。やっぱあのあそこから刺せる球のスピードが速くなるから、かなり、うんうん、カマビンガーはね、正直右のラームぐらいの気で使ってる。確かに守備も意外とあるし、高い、ね、肘も高いっていうのはかなりいい気がします。あとサイドバックって意外と逆足普通気にならないですよ。気になる、そう、大丈夫なのよ。これ結構大事なんですよ。そう、これやっぱ中盤で言うとセンターラインってもうね、不可能なんだよね。右足でプレーしないようにとか、そうですね、もう判断的に間に合わなくて絶対選べない状況があるんだけど、ね、はい、左サイドバックで使うとね、まあ、ないです。左足だけ使えるやん、はい、大丈夫ですね。だからカマビンガは当分俺多分残るわ、うんうん、スカットにこれ。早川さんはゲームチェンジパス意味ねえだろうな、ほぼまあでも同点なことはありえますから、ね、あ、まあまあ確かに、同点なことは全然あるから。でまあ、一応カマビンガブロッカーとかもついてますね。いや優秀だな、優秀。ピンクロぐらいか、ピンクロ闘争心だね。あと、あ、サイドバックでもし使うなら。なるほど、発見はね、エラシコつけて特進してね。そうっすね。おー、でも簡単じゃん。あ、そうそうそう、うん、俺一応マンマークと闘争心とピンクロは確定っていう感じかな、はいはい、あとどうしようかなって開けとこうかなと思って、まあ、あと別に絶対つけなきゃっていうのはなさそうですね、うん、まあ余裕あったらヤバトとかつけてもいいかなみたいな。ヤバトとか、うん、そうですね、身長も割とあるし、うん、って感じですかね。はい、いいね。じゃあこの2人でも結構良かったんだね。まあ割と、うん、普通にそうだね、グバルもいい感じだね。ミッキーもね、気になるは気になるのよ。やっぱめっちゃ爆速じゃん。はい、いや、ショートの人結構刺さりそうですけどね。刺さりそうなんだよね、はい、
いかんせん俺20回で出ちゃったせいで、それは行きたくない。カマビンガとグバルが、それは行きたくないです。なんかね、残ってる未来が見えないんだよね、俺ミッキーファンでも。強いと思うんだよ、使ったら、はい、いや、そのリスクでかすぎるわ、ちょっと行くの強いと思うし、多分分かりやすい強さだと思うんだよね、でかくて速いっていう。まあそうですね、ただね、みたいな。ちょっとこれ当てた人はちょっと塩川もね、はい、気になる、どんなものなのか。はい、まあ一応じゃあ最後に復刻 FP ちょっと軽く、はい、おすすめの選手がいたらって感じ。カイロウォーカーです。カイロウォーカー、どこいんの。94です。 94CB 登録です。あ、いた、あ、いた、いた。ちなみにガチで素晴らしいです、これ。いやー、いいんだ、やっぱ。あの取った人マジでね、使ってみてほしい、はい、8CB とか全然いける、余裕で。ブロッカー、エアバト、これ ね、ちなみになんで使おう、俺がめっちゃ評価してるかっていうと、はい、まあ、僕よくフレンドリーマッチをする友人がいるんですけど、はい、ああ出た、はい、某アルプスさんね。そう、あんまり守備上手くないんですよ。はいはい、あ、そうなんですね。判断もあんま微妙な時あるんだけど、はい、追いつくのよ、めっちゃ追いつく。ああ、びっくりする、結構理不尽な追いつき方するみたいな。ああ、そう、だからベルゴミとかさ、ワンリー、はい、まあ、テュラム、トミヤス、アラウホとか、あの辺何にも持ってない人は多分スタメン、おスタメンでいける。だから FP とか無課金美課金ぐらいの人は、はい、まあ、このガチャ結構数あるから、30回いって、まあ、はい、意外とあるですけど。でもカイルウォーカーは持ってる人はちょっと使ってみてもいいかなって思うぐらいには評価してます。ウォーカーね、あ、でもエアバトもついてるから。あ、そうなの。そうなの。ゴブゴブまで全然いいじゃん。ちなみに183ってベルゴミとか、なんだろ、キラムとか変わんないからね、ワンとかと。全然いけます。ジャンプあって、身長あって、はい、エアバトあって、おすすめです。うん、くらいですかね。あと、まあ、ほどいい、こう、またリンクが苦にしない人、はい、ウィングで使う人とかと、うん、あとセンターフォワードでもリンクの動きが好きっていう人はロドリゴ大当たりだと思う。うん、はい、なんかバグ強化ですよ、うん、これ、うん、リンクフォワード特有の。はい。あとはまたベン・ホワイトがそれなりにいい。ああ、はい、足元あるやつか。あ、そう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 。で、ブロッカーももらってるし、投手陣もあるしみたいな、はい、このベン・ホワイトもまあまあなかなかやれるかな。確かにこれエッジクロスのやつとはまたちょっと違うかも、うん、ああ、そうそうそう、見てる感じ。グラッパ90ですからね、使ってるから。で、周囲もちゃんとありますもんね、割といいと思う。あとはちょっと使ってないんで、ちょっと分かりません。そうっすね、はい、うん、そうですね、やっぱ FP は当たんないと使えないですからね、うん。俺も菅原しか使ってないね。菅原スルーパス持ってるんで、ちょっと本当サイドバック枯渇してる人使ってます。俺枯渇してるんで使ってたんで。はい、という感じで、まあ、こちらもおすすめの選手いたらぜひ教えてください。はい、はい、というわけで今回のガチャレビューは以上となります。ご視聴ありがとうございました。よいしょー。